さんこんにちは、オタク主婦のうさこです。今日は私のお仕事仲間2人と一緒に動画を撮っています。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介、さやちゃんお願いします。はい、兵藤さやと申します。うさこちゃんと同じライフデザイン講座という講座の講師のお仕事などをしています。よろしくお願いします。お願いします。じゃあはるちゃんお願いします。はい、愛されヒロインママの吉高はるです。同じくライフデザイン講座の認定講師の仕事をしてます。お願いします。今日はちょっと3人で女子会みたいな感じでゆるくおしゃべりしていきたいなと思います。はい。何の話がいいかな。うさこちゃん何かありますか。それこそ次のクラスとかについてとか。そうだね、次のクラスはいきなり今ね、ライフデザイン講座の私は11月からまた新しいクラスを持つんですが、次はオタク女子限定クラスに限定クラス、そう期待もオタク女子限定クラスが出してる見てたと思う。あったら、あとね、もうあの前動画でもね、そうね、おたちゃんでしたけど、そうそう、リンク貼っといてください。はるちゃんそんなオタク感ないよね。過去はめっちゃオタクだし、すごい意外な、隠してるわけじゃなかったんだけど、ハマるとすごい。あ、めっちゃ意外。なんかあるじゃん、なんか漫画とかなんかアニメとか全然興味なさそう。めっちゃ借りる、あのブックボックスとか。10冊ぐらい聞いてる。すごい。そうなんだ。そこで意外だったよね。しかも絵うまいの。そう。本当に。前に似顔絵をね。あ、そうだ。似顔絵を、似顔絵をさ、描いてたんだけど。激うま。ラブライブ風。そう、ラブライブハマってましたよ。ハマったね、こさるで。サンシャイン2話ぐらい見て。マジで？だいぶまで見たの。だいぶ見た。あの、好きの方だと誰が好きとかあった？いや、それはもう、のぞみちゃん。のん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 ちゃんっぽい。のんちゃんっぽい。最初にその話をしたんだよね。そう、はるちゃんがのんちゃんっぽいっていう話を。そうそうそう。ラブライブのミューズの登場ののみちゃん。濃いっていう話をしたよね。もう聖母感がなんだろう、そうそう似てるっていうか、ね、優しい、いい意味でこうふわっとした包み込む感じというか、そうそう、みんな当てはめていって、そう、私これタイプみたいな、当てはめて。うさこちゃんニコ、ニコに。私はニコちゃんが好きです。でもそうっぽいかもって自分で思っちゃう。いや、そう思った、思った、本当に嬉しい。お笑い要素ありのね、そうそうそう。でもさ、根はすごいしっかりだ。そうだね、結構リーダータイプなのかもしれない。そうそう、それめっちゃニコっぽいと思ったよ。かえちゃんはエリチ。そうそう、私エリが好きだからめっちゃ嬉しかった。ぽさしかない、嬉しい。すごいぽさしかない、嬉しい。3年生というの、本当だ。適当には素人、素人。あ、ちなみにセーラームーン世代でもある。なんか私は。ああ、そうだね。うんうんうん。セーラームーン。でもキャラあんま怒らない。それっぽい、誰っぽいとか、うさこちゃんから見てなんかある。私は、それぞれが。さやちゃんマーキュリーっぽい。あ、そうなんだ。可愛いよね、マーキュリー。うん、でもね、外部になるけど、ネプチューン。そうなの。うん、あの、バイオリンを弾くんだけど、はいはい、わかる。めっちゃ美人よね。そうそう、美人で、嬉しい。聡明な感じ、ミチェルさん。嬉しい。入れよう、入れよう、それ。はるちゃん、誰が好きとかあった？私は、ちびうたがめっちゃ好き。あ、ちびうた、わかる。私、はるちゃん、ヴィーナス、みなこちゃんっぽい。あ、でも、イメージわかる。イメージ。嬉しい。ヴィーナ。気をつかさどる。確かに。美しい二人に囲まれて。確かに。うさこちゃんはさ、うさぎちゃんだ。私はうさぎちゃんのちびうさが好き。うんうんうん。だし、今も好き。なんだけど、キャラ的に、どれだろうね。うさぎちゃんじゃない？うさぎちゃんっぽい。うさぎちゃんっぽい。なんかね、いつも思うのが、うさこちゃん、主人公っぽいです。おー、わかる。すっごい思う。応援したい。そう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 。なんか、ワンピースだね。ワンピース。そう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 。主人公大使だった。生まれ持った主人公です。自分で言った。広いんだから。いやいや、そうだって、ラブライブの時も最初はほのかって言ってたもんね。そうだね。そうそうそう。ほのかちゃんの似てる部分。そう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 。なんか、ほのかちゃん要素と、ね、ニコニー要素があるよね、みたいな話をしたよ。ね、確かに。そう。
主人公だよ。自分をどのキャラかって当てはめるのすごい面白いし、なんか自己分析にもなったりするなって思うよね。どういう立ち位置で自分が仲間とか組織の中で動いていくかってすごい、アニメとか漫画すごい参考になるなって思います。なんかやっぱみんな違ってみんないいがさ、分かりやすいね。分かる分かる。セルフイメージもね、上がるしね。上がる上がる。ガゼン上がるよね。すごい本格的な話になってきた。いい話になる。でもこれいい話まとめられました、ね。感じで今日は3人でなんかもうワイワイわちゃわちゃ話してお伝えしてきました。じゃあさやちゃん、はるちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。